いどうもピオキングです。今日もですねトロールコースト一発回りをやっていきますか。で今日のトロールコースローウエストフォレストって読むのかな。ローウエストって単語わかんないから調べたらさ、ストップっていう意味らしいんですよ。止まる森みたいな感じだからちょっとわかんないんですけどね。で一つですね、謝罪しなきゃいけないことがあるんですよ。この方のトロールコース最近したんだけど、名前がねつてるるって僕ずっと思ってたんですよ。そしたらさ、あのつの部分顔文字のてらしいんですよね。でそん時の動画にね、いやこの方てるるさんだよっつってたくさんの方からコメントいただいて、あの分かることができたんですけど、いやてるるさんどうも申し訳ありません。でも僕はつてるるって呼ぶからね、もうこの際だからね、もうずっとつてるるさんって呼ぼうかなとそう思っております。そして3週間かけて作った魂コースですって書いてるじゃん。じゃあ3週間以内にクリアしたら僕の勝ちでいいかな。絶対勝てる気しかしね。それじゃあ早速やっていきますか。まあまあこの方ね、多分初見殺しはないと思うんだよね。ほらないでしょ。なんでこのまま一旦右レビーレビーが来るとは思わなかったね。結構時間差だね。ちょっと倒していい。いや自分から毒沼に落ちていきやがった。じゃあここで一旦叩いてみる。そしてフラワー取る。そしてフラワー取るやるじゃねえかってルル。じゃあここは真ん中叩いて、そして左だね。そしてここでトゥルルルを取ってこのまま右に行きましょう。ここ足場になってないんだね。いや足場になってるけど落ちるんだね。ジャンプして上がって土管に入るんだね。でこのツテルルっていう方ね、上から何かを落としてくる系結構あったんだよ以前にも。なんで今回もちょっと気をつけていこうかなと。そして土管に入った瞬間ね、やられるみたいなそんな感じもあったんだよね。っていうかこれも積んでないですかね。さっきのところキノコが出てくるから待っておけっていう感じかな。じゃあここで待っておけばキノコが出てくるの。なるほど、あの砲台魚ヒントさえも騙すというそういう罠を持ってきましたねつてるる。じゃあここで一旦キノコって下に行けば次に行けるっていう感じでしょ。さあ行きましょう。でこのまま、うわこれいけんくらい、ちょっと待ってね。うわいけねえじゃねえか。え今度はスーパーフラワーを待てってこと。巧みすぎ。じゃあここで一旦キノコ取るでしょ。その後スーパーボールフラワーが出てくんのかな。あれ出てくるくない。あ出てくる出てくる出てくる、多分これで出てくるんだよ。来ました。今の対応は避けましたね。もう何回もやってるからね。上から打ってくる系はでもお手のもんだよ。上から打ってくる系はでもお手のもんだよ。でここで一旦当たって上に行けると、でこのドア入った瞬間ね落としてくると思う。なんで上を進化する。そういうことじゃなかったね。ピンコインコースか、今気づいたよ。じゃあここで一旦、えピンコインコースじゃないの。ピンコインも騙しみたいな。じゃあこれ一旦左行ってみようか。うわやっぱりそうじゃねえか。ピンコインは多分いらないかもしんない。インコ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 イン。じゃあここはそのまま右に行ってよかったのかな。でここでピンコインを取ってこのドアに入れと、そういう感じだろうねきっと。さて、うわ、なんか出る。あぶね、行き合った。じゃあ、ここでピンスイッチを押してすぐ右に走っていこうか。大丈夫、合ってるよ。きっと合ってる。で、このままスパウ。で、このままビン。もう早く行った方がいい。落ちてるっていう方も早く行った方がいい。そして左。ほら、来ました。トゥルル、見てますか。このショコホースはうまいでしょ、なかなか。いや合ってる合ってる。大丈夫、ブックパイプって書いてるもん。多分こっちで合ってるよ。でここでキノコを取って左に行くと、そういう感じだね。やるじゃねえか。ここは土管に入ったらもうすぐ右に戻れっていう感じかな。多分それで何かが発動してないから砲台が出てこないみたいな。多分それでいけると思う。よし来た、これで雲抜けるっていう感じだね。いや大丈夫だったんじゃないの。これはいけたでしょ。 USA 内でもいいよね。うわいるつて、さっきから魚邪魔くせ。みんな見ててこのコースのガバを発見してみせるから。でここで一旦さ金魚避けて、そしてドアに入る。そしてまた金魚出てきたよね。この金魚を避ける。これなんかさっきと違うくないですか。なんか話が違うじゃねえか。このオンブロック変わってよ。トゥルトゥルトゥル。じゃあここでオンオフかなんか変わるのかな。
ここのブロックを叩いたら音が変わるっていう感じだね。そして金魚が落ちてくるからそれを無視していきます。うわ待って、ここまだ大丈夫。いや、いけるでしょこれは。うわ、パンブロック持てなくなっちゃった。上に行くしかないのか。いや絶対こっち違うよね。どんなやり方するんだろう。そう来る。誰がやってくる。エンジェルウェイス。やった、楽しいねこのツテルルさんのコース。日本人でもこういう素晴らしいドロールコースを作るなんてね。じゃあここ右ダッシュしてこのパンブロックを持ってこのブラパンを倒します。待って、あいつはやばかったね今。ギリギリ避けましたよ。でここで当たっていいのかな。ハリーに当たって中間ポイント取ろっか。よし、これで取れるでしょ。暑いやん。また暑いやん。じゃあここ速攻避ける感じだね。でオンオフしてドアに入る、そういう感じだね。そしてここはオンオフをして、どうしよう、右に行っていいのかな。絶対なんか来るよね。絶対閉じ込められると思う。下に落ちると思う。かけますね。じゃあここは何もしないで右に行ける、そういう感じでしょ。なんでジャンプが足りなかったのかな。一番上までジャンプしていこう。これだから、なんでじゃあここ何回もオンオフをして渡れるようになるっていう感じじゃないかな。ほらほら、何回か変わるでしょオンオフが。でこのまま右に行ける、よしよし。でこの50コインの方絶対行かない方がいいよ、閉じ込められる。じゃあこのまま音符ブロック一旦踏んでみようか。なんもなんないね。じゃあこのままどっかに入ります、頼む。うわー危ねえ、なんか左側にね行く風みたいなんが。風じゃねえか、なんていうのあれ。分かって、なんか左めっちゃ寄せられたんだよね。でここなんで違うのだから。あの赤い土管の上に緑の土管があるのね。じゃあこの赤い土管の上に土管がある、そうでしょ。よっしゃ。だからなんで違うんだって。さらに土管があるの。もう何も信じれねえこの方のヒント。いやほんとこのツテルルさんのコース面白いよね。騙し方もうまいしさ、マジで笑えない。じゃあここは上行って、上行って左、これで正解なんでしょ。なんでよ。おかしいでしょ、なんなの。クッパを雑に扱うな。じゃあここは上行って、上行って、上。よし、今度は合ってるでしょ。さあ来ました。うわどうしよう、ここどれが合ってるのかな。一旦何もしないでおこうか、 P が切れるまで。あ、これが合ってんじゃない。何もしないのが正解。ほらリンクを手に入れたよ。これが合ってると思うんだよね。ほら、しかも今見た、リンクで剣をさ、あ、リンクで剣じゃねえ、あの骨を剣で倒しました。これはワンチャンあるんじゃないの。いや、これ積んだと思うでしょ。でもさ、リンクがいるからここで爆弾を破壊して上に行ける。ほらほらほら、まだ積んでないよ僕。ガマ発見しました。どうせやられるけど、ガマ発見じゃないんですかこれ。リンクを置いたのは間違いじゃなかったんですかね。このまんまリンクを取ってもう一回倒してみる、この骨を。しゃ、よしよしよし。あ、これちゃんとリンクで倒せてんのかな。一旦じゃあこのまま左押していくか。そして下に行く。うわ、ここはどうしようか。一旦指で取っておこうか。赤コイン取っておきます。せっかくリンク手に入れてるからね。よっしゃ、でこのまま左に行こうか。よし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 。ここはリンクはどうなんだろうね。絶対必要なところなのかなあれ。あ、うっそー。いや、これ上から行けないかな。頼む、上行けて。くっそくっそ、こんなバーなんか仕掛けやがって。じゃあここは左のブロックを壊していられねっていう感じかな。ここ何もしないでおこうか。あ、やっぱリンク当たるよね。でこのまま一旦左はいけんのかな。ダッシュして左行って花ちゃんのとこ行ってみるね。ほん、届く。いや大丈夫、こっちでよかったんだね。で一旦この土管入っ
ってゴールができると思うんだけど、すぐハテナ叩いてみようか。そしてリンクを取って、うわダメじゃねえかもうちょっと違う生き方かもしんないけど、試したいことがあるんだよね。ここで骨倒すでしょ。そして左に行って、このまんまさ花ちゃんとこ行くでしょ。で土管に入る。でこのまま右行ったらゴールできるんじゃないの。ほらやったったった、大丈夫やったいやこれぐらいの方法しかわかんないんだよね。こういう生き方だよってね、わかる方いたらぜひですねコメントください。はい、それじゃあ次のコースはこの一発マリオ。この T さんっていう方、僕がですね投稿したコースにぜひ僕のコースを遊んでってくれませんかっていう投稿があったんですよね。で今日はこのコースをやっていくんだけど、ちょっとみんな見てこれすごくない？ピノキング様に送る一発マリオコースっていうのがめちゃくちゃあるんだよね。10何まである、これ13まであるのか。それじゃあこのコースやっていきますか。ブルーゴールキーパー、青色のゴールキーパー、一発マリオということで、ハテナブロックを1回叩いてゴールっていう感じだと思うんですよ。ただそれなのにクリア率が 1% なんだよね。結構難しいんじゃないかな、あのハテナブロック叩くの。どうなんでしょう。でもさ、これうわタイミングゲーだね。つららかなんかと思ったけど、これ青色のトゲゾウなんだ。いやこれ地味にぶつけんぞ絶対。一発でいきたいと思います。これフラグだよきっと、見ててね。はい、ちょっと最速見ていいかな。最速が3秒か。スタートした瞬間速攻ハテナブロックを叩けないから、ちょっとそれでいってみるね。スタートした瞬間ハテナブロック叩く。トゲだねそれ。これ本当にタイミングゲーなのかな。当たらないギリギリの場所っていうのがあるんじゃないかな。この辺、この辺なんか当たらんっぽいよね。うわハテナブロック叩けんか。もうちょっと右行ってみよう。上ら辺に行った瞬間ちょっと左ボタン押してみるね。これこの辺がもう本当ギリギリのところだと思うんだよね。でこっからこう、うわ難しい。ここいやこれマジむずいよ。見た目以上の難しさがあるね。いや見た目も結構やばいと思うけど、ちょっと待ってね。ここいや当たってない、全然当たってない。そろそろクリアしていきたいなと思います。こんくらいぐらい時間止めれば余裕なんだよね。ちょっと見てて、ほら。例えばみんなさ、トランプジャンプって知ってる？なかなかできないんだよね。あれ超難しくない？結構トランプジャンプのやり方をね動画で見るんだけど、絶対できないんだよね。うわ惜しい。でそのトランプジャンプっていうのはね、一マスしかない針と針の間を抜けるみたいな、それがマジでねめちゃくちゃ難しいんだよね。なんか動画とかじゃさ結構簡単にしてるから、簡単なんかなみたいな感じでやってみるとマジで一回もできないんだよね。なんか簡単なやり方ないかなと思って、あれできるのとできないのじゃ今後の一発マリオのね幅がね相当違ってくると思うんだよね。やったいやこれマジで苦労した。一番上から行って、一番上から行くね。ちょっと待ってね。やっほそれじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピノキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。